どれぐらいの人間がこの74億の人間を支配しているか、初めて申し上げますと、この上6000人なんです。74億、6000人、そう知っときなさい、わずか6000人です。日本を支配している人は何人ですか？それは言いません。それわかるでしょう。6000人です。ということは、政治家の中の一部、世界のつながりあるね、横のつながり、それから、経済、財界の人ね、それから軍、マスコミ、王家支配ね、王家、その他いろいろありますが、そういう連中を全部合わせて6000人です。間違いありません。これは初めて言います。もう一つ、今世界人口74億と言ったんです。富、お金、財産、富はどれだけの人が集中的に持っているか。今格差という問題が起きてますね。格差社会、1000人なんです。これが皆さんが言う大金持ちです。さっきロスチャイルドで言ったロックフェラー、いろいろあるわけですね。そういう連中1000人が世界の貧しい国々、例えば74億のうちの25億貧しい人たち、実はこれの2倍、したがって約50億の人々が持っている財産を1000人が握っている。これは皆さんに言うまでもなく、紙切れのお金じゃないです。紙切れのお金なんて紙切れですから、そんなものは意味ない。だから土地、さっき水と言いましたが、水資源、大地、いろいろ、そして次の世界に生きるための準備してる。だからこの連中は悪いっていう、確かに悪い連中ですが、同時に自分らが生き残る、悪い言葉で言いますと、自分らは神のようなつもりです。とんでもない。この連中は滅びますよ。聖書の予言ではこの連中は滅びる。この連中に使われている人がアメリカの大統領候補、ヒラリー・クリントンです。さっきちらっと言ったトランプはアメリカ大事だって言って、だからあいつは狂ってるって言われたんです。ヒラリー・クリントンはこの連中に使われている人なんです。ご主人もそうでした。だから皆さん振り返ってみたら、えらい衝撃なんですよ。何が、ヒラリー・クリントンがヒラヒラとしたから。もうものすごいことなんですよ。あなたや私が 何の病気やと思ってるのと違う。彼らが使おうとしていた、それはえらいことだったんですから。今日のテーマは、動乱の時が来た。そう。あるいは言うかもわかりませんね。ヒラリー・クリントンがああいうふうになった、写真を撮ったやつがおるはずだ。トランプだとかいろいろ言うかもね。そうですよ。北朝鮮も、キム・ジョンウンも、そういう連中に使われている。中国は、もうどうしようもない国。だから国が分裂しますから。共産党が分裂する。だから何でも裏側から見たら、わからない部分も見えてくるということが起きると思います。この数字をちょっと覚えておいていただきたいと思います。ではちょっと先を急がなくていけませんが、憲法をちょっと見てください、2ページでございますね。2ページ、その右の方ですね。日本国憲法全文と書いてあります。日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼し、我らの安全と生存を保持しようと決意したと書いてあります。周りの国々を信頼しますと私たちは小学校で教えられた。つまり周りの国はみんないい国です。ほんだら尖閣諸島問題なんて起きないですよ。でしょ、悪いやつばっかりです。アメリカも悪い国です。みんな悪いやつばっかりですね。自分が生き残るために、特にその国のエスタブリッシュメントといいますが、社会階級は自分が生き残るために。だからここに今の一番上の全文の3行目、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼し、そんなものに信頼したらないことですよ。信頼するようにと教えられたわけです。私は学校時代からね。で、今言ってるのがフリーメイソンの作文なんです。ちょっとついでに申し上げますと、日本で
憲法改正の下準備をしました。日本語 でそれを英語に直してマッカーサーチに示した。それを却下です。ダメだ。ほんで彼らは、つまりマッカーサーの周りにおった GHQ の連中、後で時間とお話するか分かりませんが、ニューディーラーと言われる連中が30人ぐらいで作文した。8日間、8日でやった。それが日本国憲法です。ほんですぐ翻訳して、で日本にこれもやれ。さっきのあったように、その当時日本は独立してませんから。独立するのは1952年、昭和27年です。昭和21年頃、つまり1946年、47年頃は日本は独立してないです。だからこいつくれって言われたら、もうはぁはぁって言われないんです。これが日本国憲法です。だからここに書いてあるように、3行目でしたね。平和を愛する植民の公正と真偽に信頼し。信頼したらダメなんです。信頼したら偉くなりますよ、これ。これ何のためだ。もう2段目見たら、前から2行目。永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。これ何書いてあるかお分かりになりますか。全文。世界支配を完了した時の彼らの理想が書いてあるわけです。まだ国はそれぞれあります。日本があり、フィリピンがあり、アメリカがある。そういうものが全部なくなる。世界は政府が一つの政府にできる。これエルサレムになる。世界政府はもう着々と準備してます。だから今のイスラエルという国は滅びます。シリアの問題やいろいろある。だから一つの世界政府ですね。世界政府を作る。そして世界の人々から武器を全部引き上げる。人口は10億全部引き上げる。そういう中で人間を奴隷化して自分たちが世界を支配する。これはフリーメイソンじゃない。その上にあるイルミナティです。そのイルミナティの名を後ろ、さっき奥の院と言いましたけども、ユダヤサンヘドリン、ユダヤサンヘドリン、ヘドリン、これです。紀元70年、ローマ帝国がユダヤ国家を滅ぼしたんです。知ってらっしゃるでしょう。有名な事件ですね。それよりも30年前、これ後でお話しますが、イエス・キリストがユダヤサンヘドリン、聖書の言葉で言うと偽善の律法学者パリサイ人よとイエスが言ったわけです。偽善者よって言ったんですよ、当時のユダヤの指導者に。一般から見るとイエスとは何だ、ナザレ村の大工さんです。その人物が偽善の律法学者パリサイ人よって言ったんです。鼻っ柱の強いユダヤの指導者に。実際彼らは間違ってたんですね。それをイエスが正す。